と橋本春奈ですということで、今日は突然今この時間に配信を始めたんですけど、あのですね、片付けをしてて、したらいろんな段ボール箱みたいな、段ボールではないんですけど、いろんなものが入ってた箱が出てきたので、ちょっとそれを破くっていう配信です。はい、アイドルっぽくないんですけどそれを破くっていう配信なんですけど、わ、待って、破いた後に入れるものがないや、破いた後に入れる場所がないや、今思った。これを破いた後どこに入れるんだろう、私。そういえば、ちょっと待ってて。この大きめの GU の紙袋にでも入れたいと思います。スチーマー全然使ってないあ、でもなんか普通の話をします。はい、なんでも、なんかとりあえず私は破るので全然普通に話をして、か片付けに飽きちゃったから配信しようと思っただけみたいなところはある。でどうせやるなら、このなんかちょっと破んなきゃいけないものがあるから破ろうかなみたいな感じなんですけど、ちょっとビビリの日、こんにちは。このさ、ここのナイロンの紙みたいなのがさ、ナイロンっていうのかな、わかんないけど、このこれが破りにくい。ただ段ボールだけだったらめっちゃ破りやすい、うん、上に表面のこの綺麗なやつね、私箱も使うかなみたいな気持ちで取っといちゃうんですよ。でもちょっと今日破ってます。
ちは。そう、結局使わないんだよね。そうなの。何から手つけていいか分かんない。だからとりあえず段ボール破って。むしゃくしゃすることあったの？あ、違いますよ。全然あのただただ全くむしゃくしゃすること、むしゃくしゃするとしたらマジで時間がない。いろいろなんかやりたいことが多くて最近。けどそのなんて言うんだろう、全部の時間が中途半端で、そう、やりたいことはいっぱいあるんですけど、その空き時間とかが中途半端だったりとかしたりしてて、すごいなんかそれをやるにもやれないみたいな感じ。それが一番むしゃくしゃします、最近は。むしゃくしゃすること、あ、ニキビができました。はい、言わせないでよ。あんま言いたくないんだから、肌荒れしてるって。からあんま分かんない。このまずナイロンがやだ。このな、あー、まだまだあんのに。でもこのフェイススチーマーだけじゃないから、フェイススチーマーはもうすぐ終わりそう。こんだけフェイススチーマーはね、まだまだあるよ。これもだし、それもだし、
たね。はい、こんにちは。え、無理なんですけど。まあいいや。なんかまあいいや。いや、まあなんとかするんじゃない。フェーススチーム終わり。続いてデカ箱、こんなでかいのってさ、このぐらいでかかったら資源としてもらってくれないのかな。あとこれも潰したいんだよね。とさ、多分さ資源的にもらってくれないじゃない。でもさ、このデカ箱はさ潰して資源的にもらってくれそう。資源回収みたいなやつで無理なのかな。これは多分ちっちゃいから頑張る。これもナイロンがある。すごく嫌だ。このこれ、いや、これは段ボールっていうか段ボールじゃない、箱。これ段ボールじゃない、これ紙袋ね。これは箱、ちっちゃい箱。そうだから多分段ボールまでいかなくて。そう、でもこいつらはもらってくれそう。あ、やばい、腕つる。やばくのストレス発散になりそうだって。いや、これでストレス溜まってる、むしろ。全然破けなくてむしろストレス溜まってる一方。ちゃん大好きさん、アイス食べてありがとう。優しいね、ありがとう。アイス食べて元気出す。アイスを力に変えるわ。つっちーさん、ハートありがとうございます。
し、あとこんだけ。すごい、えらいよ。このナイロンを先に剥がすっていう荒技そしたらめっちゃ破きやすくなった。こんにちは。箱だろう。これはその資源回収さんでいいとして、この箱なんだろう。あ、思い出した。9点の目代わりの時に買った箱でした。こにたい水さん、ソフトクリームありがとう。これはちょっと硬すぎるので手ではいけないので、ハサミでいけるかな。いや無理だな。切り込み入れて、バカ。あ、ここむずいぞ。ここ硬いぞ。よし。これはさすがに無理そう。めっちゃ硬い。カタカタ段ボール。九点のパックとかなんか化粧水みたいなのを買った時の箱です。終わり。ここら辺の箱は大事な箱、大事なっていうか中身入ってる箱なので捨てれません。なんかさ、まださ右腕が痛くてちょっとマレーシア心配。そう、今湿布貼ってるんですけど痛めたかもしんない。普通にちょっとマレーシア心配してます。今
でもまあね、マレーシアもあるし、そう波動とかもあったりとか、21日公演も出るし、ちょっとっていう感じですね。まあ、頑張ります。てかマレーシアって何なんだろうマレーシアって何なんだろう。すごいな、マレーシア行くんだ。うちめっちゃ忙しい。合間に配信ちょっとでもできたらなと思ってます。明日はね、いろいろレッスンがねちょっと多くて、頑張る。なんかいっぱいあるんですよね、お仕事。お仕事というかマレーシアのあのスケジュールがすごい。え、私ただイベントしに行くだけだと思ってたっていう感じの、結構カツカツ。うん、マレーシア行きの準備はできましたか。よ、できてないかな完全にはできてはないかな、みたいな感じ。まあでも頑張りますけど、明日の朝からカツカツなのに頑張んなきゃ。準備も、なんかポケーって考えたら、なんかポケーってしちゃう。なんか大丈夫か、敵のどうみたいな今そんな気持ちになってきちゃった、突然。ほうみたいな。頑張ります、とりあえず。いろいろ、なんかパスポートスタッフさんに、スタッフさんがくださいって言って、スタッフさんが預かったままなんですよね。だからもう大丈夫だとは思うけど、なんか自分で持ってない不安めっちゃある。そうだって、私が忘れないように、忘れないようにってどれだけ思ってても、そのスタッフさんが忘れてきたら終わりだよなみたいな。めっちゃそれ不安だよねそう、なんかのなんかに使いたい、なんかその今回行くやつで使うので、あの一旦お借りしますって言われて、あ、これって帰ってきますよねって話、あ、はい帰ってきますよみたいな言われて、でまだ帰ってきてないんだよね。明日のレッスンで返してくれるのかな。うん、めっちゃ不安です。なんか
別にスタッフさんが不安とかじゃなくて、その自分その一番持ってく絶対に持っていかなきゃいけないものを自分が持っていない不安っていう感じ。そう、全然なんかその誰だから不安とかじゃなくて、普通にちゃんと持ってってくれるかなっていう不安が大きいのかなっていう感じ。うん、そう、もしも当日忘れられちゃったら私だけ行けないみたいな、えってなるじゃないですか。うん、え、しかも自分のせいじゃないくてみたいな、自分はちゃんと荷物準備したのにみたいなのが一番怖くて、それが一番ちょっと不安です。でももうね、預けてるので、もう明日のレッスンの時に持ってきていただくか、こう当日移動の時にちゃんと持ってきていただくかっていう感じ。さすがに頼むよって頼むよっていう気持ちです。大丈夫だと思いますけど、さすがに、そう、マレーシア行けなかったらごめんあ、パスポート忘れられたんだなって思ってください。はい、いや多分全員分こうなんて言うんですか、集められはしたんですけど、その集めていただいた後に各々案件とかが入ってたりとかしたら、その時に返してもらえてるじゃないですか。そもちろん私もありはしたんですけど、その時には返してもらえてなくてみたいな、まあ心配するだけ無駄ですよね。心配したとて信じるしかないんで、信じて待ってますコロパックルさん、ハートありがとうございます。てな感じで、ちょっと段ボール破き配信でした。ただの、いや明日のレッスンで一応そのスタッフさんは来ることになってるので聞いてみます。パスポートって聞いてみますね、ちゃんと。一応夜も配信する予定ではいて、はい、なので
旦終わろうかなみたいな気持ち。また夜ご飯食べたら配信します。ちょっともうちょっと片付け頑張る。あ、でもちょっと一旦アイロンしたいかも。そう、さっきもうお風呂に入ったの、偉すぎ。まあいいや、別に自分でやるわそれぐらい自分でやるわ。はい、ということで、それではまた夜配信するときにお会いしましょう。一旦ドローンって言わないよね もうドローンはもうあれですよね、古い。おじさんじゃないよおじさんじゃないよ。あれ、ちょっと今検索してるんですが、ちょっと待ってくださいね。OK、 それではまた、夜ありがとう。絶対に多分配信しますんで待っててください。それではまたね。ありがとう。